キュウチさんが。何でしたか。次は島原の子守歌です。この曲知ってましたか。お初でございます。どっちだ。お初でございます。ふしかさんは知ってましたか。知ってたけど歌えるほどまでじゃなかったって感じ。愛称メーカーにあるもんね。これも放置してたやつ。みんなも結構ねやります。いどうぞ。次は何でしたか。次はゴンドラの歌です。キュウさんこれ知っていましたか。これは聞いたことありました。あ、そうなんだ。歌ったことはないです。めっちゃに藤田さんは絶対知らないだろうって。どうぞって
終わりますが、最後に喋って帰ろうかな。まあ、たまたまライブ配信を見ていた方は何のことだか分かりませんでしょうが、まあ、こうやって研究してる模様をただ垂れ流そうかなと思って、後で編集した動画をまた作っていくんですけど、でもこうやってまあね、最近はオンラインで何かをやろうとか、さまざまな ICT を使った予算って言われますけど、そもそもそんなこと音楽大学で学んだことないよね。ないですね。そもそも今日も、ちょっとまた機材が増えました。またここに小林さんが来たらビビると思いますけど、照明まで入りましたからね。今日多分ね、顔がすごく綺麗にしてるかと。でもね、これもやってると、例えばさっきもあっちのカメラを、キウチさんカメラの後ろにいるのになぜお前振り返ったんだよ。お前の目の前にあるカメラだよ。なぜ振り返った今。なんかここに壁にあったから。それもちょっとなんか斜めになってたり、最初の方はちょっと写りが悪かったりして、あっちのも今ずっと撮りっぱなしにしてるつもりだったんですけど、バッテリーがやっぱり1時間ぐらいで切れるみたいで途中で切れてたので今バッテリー交換したんですけど、こういうのも実際に使ってみないとね、どのぐらいの容量では切れるかわかんないから、このライトは2つ全然切れる気配がもないからまだいけるんだなと思って、あと Wi-Fi の機械とかもまあ切れないでいけるんだな。で、今このライブ配信してるのは Android のカメラなんだけど、あれもいけんだなっていうのが、まあ様子見ながら探り探り、もう ここからはね、これ以上機材増えるっつっても、はあ、まだありますか。まだあります。これね、カメラ全部つなげてパッてやったら、はい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 、メインのカメラがどれにできるか、はい、こっから映ったりこっから映ったりするやつですね。で、実はこの照明も今電池買ってないんだけど、ボタン一つで色変えられるの。すごい、なんかライブハウスのようになってくる。そう、すごい。藤田さんも、藤田さんは、はい、まあ、今は老人ホームと船橋に行けてませんが、はい、何かメッセージがありますか。というかメッセージを言いましょう。あちらのカメラに。そうですね、老人ホームは2月末から、で船橋は3月頭ぐらいから行けてなくて、もう 3,4 ヶ月以上皆さんとお会いできてないのがすっごい寂しいです。そうですね、船橋も40人ぐらいね、去年の講座、おととし、去年の講座だっけ、おととし、去年から私行き始めた。そうか、おととしぐらいですかね。藤田さんともいつの間にか、藤田さんと出会っていく何年、もう 2,3 年ぐらいするんじゃないですか。最初に出会った時まだ20代後半、前半だった。まだまだ後半です。最初24代だったの。いや、25ぐらいだった。そうだ、あれさ、高校で非常勤してた時なんで。そうか、高校で非常勤してた時、はい、まあ、フラマシの方々は 見るかどうか分かりませんが、まああまりでもね、気にすることもなく、気にすることもなくって言ったら変だけど、気にしすぎるのもね。そうですね、 WHO の発表によると、これ2、3年じゃなくて数十年かかるって言ってたのね。数十年我慢し続けて本当に行きますかっていう。そう、数十年我慢しますか。いや、もうすでに我慢できなくなってきて。まあなんかね、ウィズコロナじゃないですけど、ね。まあなんか気をつけつつ、ほどほどに気をつけつつ、ほどほどに自分のこともしつつっていう生活の仕方が一番いいんじゃないのかなって私は思ってます。千葉県とか、それさっき例えば千葉県の合唱連盟のホームページ見ると、小中から大人までの合唱団がコロナ禍でどうやって過ごしてるんですかってアンケートが掲載されてあって、みんななんか大変そうには書いてありましたけど、ね、音楽大学行く人とか減りそうです。減りそうですね。まあでもまあその中でちょっとこうやっていろんな機材を持ちながら、はっきり言ってこうなんか僕も最初もうそろそろ慣れてきたけど、YouTube でそもそもなんかするのもどっちかというと僕も嫌な人生っていうか、うん、こっちはまだ若いけど、そろそろ僕若くないねっていうのがあったけど、いや若くても多分クラシックの歌手はそんなに YouTube やろうって思ってる人の方が少ないと思いますね。最近増えてきましたけど、やっぱりで結構みんな完璧な演奏を上げようとしてる。完璧な演奏って別に YouTube で聞きたい別に完璧な演奏だったら別にね、メトレックさんの YouTube とか見たらいいんじゃないかとは思うところもあったり、ね、完璧な演奏を目指すところと、こうなんかこういうね、YouTube とかライブ配信を慣れるのって今後必要なのかなと思って、まあ、藤田さんにも木内さんにも、
お付き合いいただいてますが、今日はだいぶ醜態をさらした気がします意外、意外な弱点を最初から見てきたとそんなにいないから、後であっちはだいぶカットするから、かこの配信はね、そのまま何保留に何見えなくするあ、なるほど、よかったですだいぶ苦戦してる姿があるのも結構だいぶ苦戦してましたけどね。老人ホームとかも本当はできればいいんですけど、そうですね、老人ホームはね、でもちょっと老人ホームはね、あの一番危ないっていうか、もし何かがあったら怖いので私も行きたいと思いつつ、老人ホームで例えば100人いる老人ホームだと、何スタッフさん40人とかいて、100人の中には多分何子供が2人とかいて、その家族ってなると、100人の後ろにいる人たちって多分500人とか600人になるから、老人ホームって結構ちょっとでも移りやすい環境にはあると思うので、まあ別に老人ホームの中で移っていくのは仕方ないにして、うちらがきっかけになってたり、そこを挽回するとなんか、ね、普通の人たちに教えて移った分にはもう諦めようと思うけど、老人ホームはねちょっとリスクが高いから。そうですよね。でもきっと老人ホームでも歌いたいと思ってる人は結構いると思いますからね。そういえば8月15日はみゆちゃんの演奏会行きますか。受付で行く予定です。僕どうしようかな、隠し撮りに行こうかな後でここにみゆちゃんのチラシを一応なんかもらったのをあげとくと、8月15日の夜にどこだっけ、ハマリックホールだ、豊洲のシビックホールで小林さんが無料のソロコンサートをやるみたいですね。イギリス歌曲ですね。大好きですからね、イギリスに行ったぐらい大好きですから、まあ、そんなこんなでちょっとグダグダになりましたが、そろそろ終わりましょうか来週は暑いそうです。30度後半ずっとらしいですけど、熱中症にお気をつけて過ごしましょう。本日たまたま見た方はありがとうございました。またどっかでキープさんもここに来てさよならって言っとこうか。じゃあさとみさんもどうぞ。さよなら。何の回だったんだろう。はい、終わり。